まあ、大きい虫した時の性能は誰にも負けません。ちょっと敵クリアリング頑張ったね、さっき。いるね。ナイスホラーヘッドショット気持ちいい。開幕から3枚抜きしてからの、まあ、ちょっとエイム速度はね、今回、落としてきてるというか、痛い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 。いや、けど強いってこれ普通に。マジで、ぶっ壊れとまでいかなくても、環境的に。マックスマンの中では圧倒的に強武器ですね。おい。おい。反応がうんま。なるほどなるほど。後ろいますね。これ抜いて、後ろ振り返る。こういうことなんです。気持ちいい。からの、ナイス、そういうことなんです。はい、どうも、ジャンダルクです。というわけで、今回も、ゴールオブデューティー MW2! 早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日からやっとね、シーズン 2.5 リローデッドがスタートってことで、まあ、順調にいけばね、こちら左斜め上に書いてある通り、残り27日でね、早くもシーズン3が始まりますので、まあ、それまでにこちらしっかりとね、シーズン 2.5 紹介していきたいところなんですが、なんかま、見た感じさ、マルチ主体のアップデートなんですよね。いや、ま、全然いいんだけど、まあ、全然いいんだけど、DMZ とかさ、何もアップデート入ってなくて、もうバグ修正だけなんですよ。いや、だからさ、前シーズンとかだったら、ビルディング21とかあったじゃないですか。シーズン 2.5 ぐらいで、シーズン 1.5 かぐらいであったと思うんだけど、いやそういうの全くないから、やることないんですよ。そう、だから見てもらったらわかるんだけど、そう、だからね、もう見てもらったらわかると思うんですが、こういった形で最後のこのバリアンド取ったら、もう DMZ 僕やること全くないからさ、あえて上げてないんですよ、動画を。あえて、これで今上げちゃったら DMZ もネタなくなっちゃうから、残しとこう、みたいなね。そう、調整してるんですけど、いや、残り1ヶ月でこれ、いや、ちょっとさすがにネタないよね。なので、今シーズンちょっと DMZ とかね、投稿落ちると思うんですけど、まあまあ、マルチの方はね、たくさん来ておりますので、早速いろいろと見ていきましょうか。ということで、まずこちら、パーティーモードですね。オールアナッシング、ガンゲーム、インフェクテッド、ワインザ・チャンバーってことで。まあ、前までね、ガンゲームとかインフェクとかあったと思うんですが、こちら、ワインザ・チャンバーとかね、新しく実装されております。まあ、ぜひね、ちょっと新しくなったね、パーティーモード遊んでください。そして、新マップのこれ、ヒンメルマット・エキスポっていう。まあ、こちら一応 MW2 かなのリメイクマップらしいんだけど、正直忘れました。どのマップの答えないって感じなんですけど、こちら一応リメイクとしてね、実装されております。まあ、一応、カテゴライズはショーマップって書いてあるんですが、トレーラー見た感じで結構広そうだったからそこら辺どうなんですかね。はい、神マップになるのか魚マップになるのかクソマップになるのか、ちょっとまたプライベートでちょっとやってね、いろいろと見ていこうかなと思います。そしてこちら歴代の神モードドロップゾーンがマルチに実装ということで、いいですねこれ。いや、ドロップゾーンはね、あのフィーダー大歓喜なんですよ。っていうのもこれね、あの金武士がずっと降ってきて、それを取ってさらに戦闘優位につなげろみたいな形のモードなんですけど、これ取ってる間さ、立ち尽くしてるこう無防備状態じゃないですか。頭狙い放題なんですよ。なのでフィーダーさんがこれで頭狙いまくって、スリーオンヘッドショットとかクワッドフィードで全部ヘッショーとかさ、そういうのやってる感じのモードなんですよね。いや、ゴーストの頃が多分一番人気だったんじゃないかなと思います。はい、懐かしいモードですね。そして、こちら、レイドエピソード2ってのは実装されております。一応前回のね、エピソード1動画上げてますので、よかったらこちらもね、見てほしいところなんですけど、まあ、一応キャンペーンのつながりってことでね、前シーズンが ICBM だっけ、なんか核みたいな発見したぞってところ終わったんで、さらにこっからどう展開するのか気になりますね。これをまた後ほどね、動画上げるので、よかったらそちら見てください。で、それに合わせてですね、こういった形でストアの方でプライス帯が実装ってことで、まあ、前回がギャズだったじゃないですか。で、今回がプライス帯。で、次が多分ファラになってくるんじゃないかなってことで、いや、非常に楽しみですね。まあ、一応今でもね、プライスあるんだけどね。ただ仮面被ってるからさ、ほらこれ、やっとね、顔が見れるプライス帯が追加ってことでいいですね。で、あとこれちょっとね、嬉しいことなんですけど、見てください。ほらこれ、2019でタイトルついてると思うんだけど、これ MW2019 の明細でこれあるんですよね。いや、懐かしいですね、これ。あったあったって感じだよね。はい、これがバリアンダで実装ってことで、ね。で、これはちょっと、ブラックジョークのデーモンコアってことで。いや、これ許されんのかな、まあ、許されるか、デーモンコアは。今日、ブラックジョークが過ぎるよね、これ。まあ、知らない方はぜひともあの、デーモンコア君とかで調べてくれたら出てくるんですけど、まあ、化学反応でピカーンとカーンって感じですね。はい、っていう形のユーモア溢れるバンドルが実装されております。そして、こういった形でね、新バンドルとして、聖パトリックさんのなんか、まあ、祝い系のバリアントかな。これもずっと前からあるイベントだけど、毎年やってるイベントだけど、こちらの MW2 バージョン実装。で、その他こういった形のイベントが実装されててですね、桜迷彩がゲットってことで、いや、BO2 の桜迷彩思い出しますね。いや、結構こういうの人気だからね、桜迷彩。まあ、ぜひこれをきっかけに BO2 リメイク迷彩みたいなのを獲得してください。っていう形でね、武器調整だとか色々と入っててね、色々と紹介していきたいところあるんですが、とりあえずま、今回は、お目当ての新武器紹介していきましょうということで、テンパストレントくん。こちら元銃が SR25 になってるんですけど、いや、かっこいい！たまんねえな、これ。やっぱね、この AR15 タイプのこのね、もう、見た目からのこのマークスマンライフルですよ。いや、非常にオシャレですよ。いや、個人的にね、このマガジンが50ラウンド使えるのが非常にオシャレだなって思いました。はい、という形でね、7.62mm を使用する形
のね、非常に優れた感じの銃なんですけど、ぶっちゃけて言うと、ぶっ壊れです。はい。もちろんね、KV ブロードサイドみたいな超える形のね、環境破壊系のぶっ壊れではなく、このマークスマンライフルで単発でこうセミオートで撃てるっていう条件の中のぶっ壊れ武器ということで、見てください、ほらこれ、EBR だとか、LMS だとか、タック M、ほら全部レイド力買ってるじゃないですか。威力がほぼ同じで、連射速度がマックス、こっちの方が圧倒的に高い。で、さらに弾とか見てほしいんだけど、LMS 10発、EBR 10発、タック M 10発、なのにこいつは20発しかもレートも速いし、威力も高い、射程距離も変わらへん。マイナスポイントはこのブレがでかいことだけらしいんだけど、こいつは強すぎるよ、マジで。いや、これ、物は試して見ていきましょうか。まず、至近距離ですね。もちろん頭満パンです。そして胴体もしっかりと2発キルが取れます。さらにこの一番大きいですね。ここも、ヘッドショットをワンパンです。いや、ドライなってんねんっていう。だから他のね、マークスマライフルと比べても全然火力高いんですよ。なのに、このレート力の高さ。そう、もちろんブレがでかいっていうのがね、マイナスポイントだけど、正直ガンスミスでドライにもなるから、そう、これはね、なかなか強いですね。あと足元とかもしっかりと2発キルが取れるんで全然火力高いですね。マジEBR とか LMS に謝れていたくなるようなクソ最強火力とレート力となっております。これ LMS とか遠距離頭抜けないからね、ワンパン。ほら抜けないでしょ。じゃあ早速こいつちょっと眺めていきましょうか。さあということで眺めていきましょう。こちら、いやーいいですね、かっこいい。マガジン抜いて、はい、クックって見て、はい、クロスにして、眺めてからの、はい、クッ、タン、タン。いや、これマガジン叩く動作一番いいわ。エロいね。シュッと抜いて、眺めて、クロスにして、バレルの方を見てからの、シャッ、タ、わー、叩く動作いいね。はい、っていう形となっております。いや、マジこれ頭おかしいよな、せいの。いや、このレート力で弾数20発あって、ね、威力だとか、射程距離とか、なんやったら他のマークスマンより LMS とかよりも強いって、もう頭おかしいやんっていう。もうタックエムとか LMS って高級ですよ、これ。さあ、ということで、全打打ち切った時のリグロードじゃない、眺める動作を見ていきましょう。わー、こういう形でね、指突っ込むんですよね。で、最後カシャカシャするっていう。はははは、素晴らしい。いや、いいねー。いや、これ打ち終わった時のね、モーションも非常にエッチということで。まあ、見た目100点満点、性能100点満点って感じでね、他のマークスマン泣かせみたいなところありますけど、まあ、環境だけで見たら、まあ、そこまでね、まあ、マークスマンライフルのセミオートがね、派遣取るなんてなかなかないですから、まあ、めちゃくちゃ環境破壊になることはないんですけど、ただこのマークスマンライフルという名のカテゴリーの中では一番ね、今ぶっ壊れてると思いますので、まあ、ぜひぜひそういう単発銃好きな方は使ってみてください。では早速こちら公開マッチやっていきましょうか。これからもですね、まあ、コールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録高評価よろしくお願いします。では参りましょう。さあでは早速機体のドロップゾーン遊んでいきましょうか。マッパメルカドラスアルマスですね。まあ、一応拠点があってそこに入ってるとポイントが入って警部士も落ちてくるって感じだから、まあ、ハーポってイメージの方が強いのかな。まあ、プラスアルファモードって感じですけど、まあ、どっちかって言ったらね、まあ、高キルストリークがバンバン出るんで、対空だとかやりたい民とかは結構まあ押せるモードになってるんじゃないかなということでやっていきましょうか。とりあえずはこの武器は弾数20発あってレートも早いので、まあ大きい虫した時の性能は誰にも負けません。ちょっと敵クリアリング頑張ったね、さっきいるね。ナイス、ほらヘッドショット気持ちいい。開幕から3枚抜きしてからの、まあ、ちょっとエイム速度はね今回落としてきてるというか、いるなこれ、裏からいけるね。まあ命中精度にね捨て振ってますので、ちょっときついところあるんですけど大丈夫そう。痛い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 。いやけど強いってこれ、普通にマジでぶっ壊れとまでいかなくても環境的にマックスマンの中では圧倒的に強武器ですね。おいおい、ハンドがうんま、気持ちいい。クワッドフィードリロードする。左いた、どっちか来る、多分こっち来るよね。これ抜くじゃん。で、後ろから来ると見た。で、これキルストリック出せないっぽいね、このドロップゾーンは。え、なんか過去作のさ、ドローン MW2019 かな、わ、確か出した気がするんだけどな。まあいいや。さあ、顔出せ。フラッシュバン来てます。で、フラッシュバンのやつを白から黒に変えるって新しい設定使っていくって言おうとされるんだけど、全然見えへんわ。デッサン案件ですね。デッドサイエンスオンライン。さあ、味方が拠点入ってくれてるんで、で、ヤストレックも出してる。後ろからいるよ。こういう頭が絶対強いよな。で、こっちから来ると見た。いる。ナイス。いやもう頭に当てればワンパンですからね。で、だからマジエイム力いい人が使ったらマジで化け物。で、そこは足元2発切る。いやーマジで TTK 行かれるよ、これ。てか TTK 早いもんね、普通に。マジマジマジ。あぶね、はい、KV ブロードサイド、お前は弱体化した。一旦リロードする。いや、TTK 高く、高い武器をまた出してくるのやばいよな。で、せめてなんかその、あれだよね、弱点欲しいよね。足とかだったら3発キルなりますよ、みたいな。仮にレート力がめっちゃ速いです、みたいな。それだったらね、この20発マガジン、レート力速いっていうの納得できるんだけど、威力も変わらへんし、なれたら LMSL も高いってなってるからさ、もう、コンセプトいかれてるもんな。いかれポンチすぎる。ナイスキル。からの、まだ拠点取ってる敵。向こう行くか。いや、こっちからちょっと回り回って、ここで押さえる。いやー、さすがにそれ勝てないか。さあ、次っぽですね。ここどう守るか。外周から来てはない。味方ここ拠点取ってくれてるから、私守りますか。多分私拠点入るよりもね、抑えた方がいいよね、これ。抑えますわ。完全抑える。
味方はどこに抜かれてる。カバーする。オッケーオッケーオッケー。しっかりとヘッドライン意識して抜く。多分こっちから来るんで、いる、いたいたいた、抜くじゃん。こっちの外傷を任せろ、俺が絶対抑える。ナイスキル、こんにちは、ナイスキル。で、手前まだいるんだよな。これ、キルチューしてもさ、あんま意味ないよね。今思ったけどさ、まあ、味方が拠点入るために抑えるっていう前押しはできてるから、全然意味のある、イモリキルではあったんだけど、これ、イモってもさ、キルスと意味ないからさ、拠点、ガンガン入ってもらって、味方にこうやってアドバンス UAV とか出してもらった方がいいよ。よしよし、いいよ。さ、拠点に入りつつ、で、私はここで前押しとして、ここで待つ。はい、ここの頭ライン。はぁ、なんだそれ、エアストライク。じゃないよ、これ、ガンシップ、マジ取られたら敵にガンシップ。そうでしょこれがあるんですよ、ドロップゾーンは。そこいるんで、はい、しっかりとガンシップ使ってやつ抜く。はい、それも抜きたいんです。ナイスキル。ちょっとイムずれたけど、全然いけますね。ね、オッケー。後ろいる。から、一旦リロードする。からの、はい、ここ。あー、当てたけど、さすがに TTK 勝てないか。いるな。ナイスキル。さあ、ヘッドショットワンパン。お前もワンパンにさせろ。お前もワンパンになるんだよ。まあ、これキルスト取るか。やりまーす。よし、ヘリガンナー、高キルストリークじゃないですか。次っぽそこいるね。まあいいや、ヘリガン使うか。ヘリガン使いまーす。ババ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 。おー、キルストリークは取らせへんぞー。あとこれどこ隠れてんだ、ここら辺かな。で、これを取りに来たやつをやる。オッケー、一人、二人、三枚で、ここ、うえーい、ロケットランチャー。ロケットランチャーではない、ミサイルやね。で、ここもいるから、抜きます。はい、ここの頭出しも、抜きたい。まあ、味方拠点取ってくれてますね。いや、これマジ気持ちいいわー。誰でも簡単に高キルストリークが出せるっていう。で、次っぽがここか。ほら、顔出せー。顔出せー。ほら、ミサイル、ミサイル、ナイス、オッケー、ナイス、ヘリガンダー。いや、いいね、しっかりと抑えましたね。ヘッドショットワンパーン、当たり判定ガバすぎーと思ったけど、難しいな、やっぱり、マークスマンは。相当エイム力が求められる。綺麗に合う時と合わへん時の差が激しい。いや、ヘッドショット気持ちいい。外周いますか、こっちから来そうなんだよね。なるほど、なるほど。後ろいますね。これ抜いて、後ろ振り返る。こういうことなんです。気持ちいい。からの、ナイス、そういうことなんです。リロードする。で、そこのキルスト、取っていきたいところなんですけど、いや、カスタフこいつ強え、プレイヤー。あいつ撃ち合い強えな。はい、こんにちは。ナイス。左いますが、来てない。いや、これこそまた、救援物資取りに来たやつを、ヘッドショット案件でしょ。ヘッドショット案件、ヘッドショット案件、リロードする。で、ボムドローある。うわーい、はははは。まあ、お祭りゲーすぎる。味方一人抜けちゃってるんよな。まあ、これなんか、高キルストリークが確か後半の方になったら出やすいっていうのが確か、ね、あの、ドロップゾーンで過去作はあったんだけど、いや、それが効いてんのかな、それも今作もあんのかな。まあ、これ途中抜けするよな。やっぱクソモードかもしれん。うん。やられてる側が一方的すぎるもんな。ただでさえキルストリークの嵐で一方的になるのに、みたいな。ナイスアドバンス。お前に負けたくない、いっちゃい。おい、ナイス。さあ、目の前でまた放置勢かと思いきや動き出したね。抜かせて、ナイスヘッドショット。いや、マジ、ヘッド狙えたらマジで強いわ。これはちょっと16発しか弾数ないけど、しっかりと、一人、リロードする。で、中一人いるね。で、ヘッドショット案件。で、外周来てるから、これ抜きたい。真下にいる。おい、ナイス。弾数めっちゃ余裕あるもんな。これ、角馬が使わなくてもいいもんな。これ抜いてくれ。で、セントリーを後ろから破壊する。ほら、壊れろ、壊れろ、壊れろ、ナイス。腹目、腹目、うぇー、強い。で、キューブし取りたい。違う、キルストリーク、オンラインで。何が出る、ウィルソン。まあ、ここのマップのウィルソン別にやな。ほら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 。久々やね、ウィルソン使うのも。いや、あー、だから俺、ジャガロもいる。いや、マジ、マジでパーティーモードやな。だから、そういうキルストリークとか破壊したいよっていう、ランチャー系をね、やってる方は、ミッションをやってる方は、ぜひとも、やってほしいモードですね。いや、マジ、お祭りゲーすぎる。これこそ本当のパーティーゲーやろ。ジャガルは対空してる。くそ。はい。引き殺すぞ。俺、引き殺し。あ、ナイス、引き殺し。気持ちいい。さあ、ラスト1キルはやらせてほしい。ラスト1キル、プリーズ。ヘリガンやめて、ヘリガンやめて。あー。はい、という形でね、一応60キロは行きました。まあ、拠点には全く乗ってないんでね、完全あの、キルムーブではあったんですけど、しっかりとまあ、敵が出てくるところを抑えて、切るって感じですよね。いや、このクワッド気持ちよかったな。普通ってかやっぱ強いよ。他のマークスマンだっていらんもん。弾数20発あって、レート力あって、威力高くて、何が弱いねんっていう。で、ブレも、まあ、ちょっと感じるところあったんだけど、まあ、これも多分ガンスミスであと調整していったら、まあ、その最適解ムーブできると思うから、いや、もう全然強いよ。また、マークスマンの中ではぶっ壊れ性能が追加されてしまったということで、まあ、ぜひね、こちら、アンロックして使ってみてください。環境的にはそんなに荒れないと思います。ということで、まあ、これからもですね、まあ、コールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くときにチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。
それではご視聴ありがとうございました。